んにちは、せまこクッキングです。今日は韓国味付け海苔を使った丼を作るよ。見てね。まずはご飯を乗せます。ポイントはご飯と海苔を二段重ねにしていきます。はい、ではまず1回目によそったご飯に、じゃーん、今日の主役です、韓国味付け海苔。最近こういうのがスーパーに売ってるんですけど、これがない人は普通の韓国海苔をほぐしてのせるのもいいと思います。ね、これシャバシャバの海苔なんだ。そうしたら、そう、細けいやつ、チリチリっていうか、食感が良くなるように、うん、食べやすくなっちゃうのね。そう、韓国海苔のふりかけみたいな感じです。あれだよね、海苔ってさ、食べると口の中のさ、この上あごにさ、ひばりついてパニックを起こすけど、それがないよっていうことだね。確かにそれはならないかも、うん、これだと、ね、いいかもしれない。うん、結構スーパーにいろんなの売ってるので、うん、ちょっと探してみてみるといいかもです。買ってみてみよう。はい、海苔は多めが美味しいです。まず1段目乗せます。まだ乗せる？こんな感じで。お、結構乗せるね。うん、ご飯がね、隠れるぐらい多いかなと思っても、結局ね、もっと乗せればよかったってなりますので、躊躇しないもんね。はい、ぜひ多めがおすすめです。はい、2段目のご飯を乗せました。ここでまた韓国味付け海苔をかけていきます。もう一発いくんですか？はい、はい、またかけます。躊躇なく、だから躊躇なく、うん、ご飯が見えなくなるぐらい茶箱らしく躊躇なく躊躇なくガンガンいけとガンガンいけとそうしないとうまくならねえと。これはそう、これはね、本当に多めが美味しい。多めが美味しいんだね。うん、躊躇なくね、躊躇なく茶箱らしくね、まあ、思いっきりがいいや、ね、いつもね、フルアクセルの状態でいいですね。はい、じゃあ海苔乗せました。次はネギをかけます。おすすめはこの細かいね、青ネギ。あ、細かい青ネギがいいんだ、うん、これがね、美味しいんだ。普通の長ネギの太いのよりもよくこう海苔と混ざって美味しいので、この小ネギがおすすめ。意外量入れるのね、やっぱそういうの多めよ。多めなんだね、ネギも多め、うん、はい、はい、それでは次に温泉卵をのせます。温泉卵なんだ、これ。あー、おー、なにこれ、美味しそう。絵的にもいい。いいね、うん、いいね。で、温泉卵じゃなくて生卵の方が好きな人は、うん、君だけ、あ、うん、君だけにね使ってもいいと思います。はい、はい、今日のポイントその2、味付けチャーシューを細切りしたものをごま油で炒めます。それを上にかけます。お願いしやんす。はい、炒めます。ごま油適量、適量です。適量。チャーシューを炒めます。香り、香ばしくて美味しそう。これはね、上に乗せたらね、ちょっとごちそうな感じになるからね、いいんじゃないかな。いや、いいね、いいですね。はい、はい、じゃあこれを乗せます。はい、では先ほど炒めたチャーシューを上に乗せていきます。ちょっと散らす感じで。散らす感じがいいな。最後の仕上げに醤油少々とお好みでコチュジャン。
醤油少々お願いします。はい、飛ばしって感じかな。はい、醤油。うん、いいんじゃないかな、ね、素敵。コチュジャン、コチュジャンね、好きなんだよね、俺コチュジャン。うん、もうこれは本当にお好みで、お好みでね、うん、こちらは結構たっぷりめが好きです。はい、完成です。これうまそう。じゃあまずはこのまま食べちゃうかな。これでいこう。これでネギ入れすぎなんじゃないかなと思うけど、実はこれが超うまい、イタクリヤンス。うん、おいしいですか。おいしい。醤油やっぱ大事だね。うん、入れるか入れないか醤油って締まるから味が、うん、で味濃いめです基本的に。ただちょっとね、食欲が減退してるなーっていう時に合うね、こういうのね。うん、うん、海苔すげー多くて美味しい、うん、ちょっと入れすぎかなって瞬間はあったとは思うんだけど、あれぐらい入れて全然 OK。 温泉卵と一緒に食べるのよ。非常にまろやかになるね。で、お好みでコチュジャン入れてねってコチュジャンあるんですよ。コチュジャンここに見えるかな？ここね、コチュジャン、ここ。これがね、いいと思うんですよ。コチュジャンアクセント。いただきます。ピリ辛好きファンは絶対にコチュジャン。で、今ね、こうやってわざとこうやってお上品に食べたつもりなんだけど、お下品な面してるんだけど。まあ、最後にこれね、混ぜこぜね、混ぜこぜ。混ぜこぜですよ。混ぜ混ぜ。混ぜ混ぜ。最後に混ぜ混ぜ。混ぜこぜ。基本、よく混ぜが美味しいよ。うん、よく混ぜが美味しいんだよ、こういうのね。うん、ガンガン混ぜて、もりもり食べようみたいなね。うん、ね、こういうね。どうせ俺のビジュアル悪いんで見てくれ、悪くて OK。 こんな感じでもう混ぜっこぜでね、わんぱくにね、わんぱくに行ってください。わんぱく食いでお願いします。いただきます。うん、うまっ。